器具とかも落ちないんでね。そんなこと言えば殺虫剤テントなんかピッてやって死んだのかな、ね、そっか、まあ、自分が仕留めるまだあるよ、まだあるよ、食べな、木の芽デビュー。
ようと思ってるのか。じゃあ、あの、耳だけ見ちゃろうかって、こっちに。うん。わかりません。やらじゃあこれ。あ、ゆるゆるです。あなたの頭がでっかいです。じゃあ飲み物。はいはい、はい、それ取って開けまーす。開けまーす。ちょっと持ってこよう。あ、じゃあ俺も持ってきて。あ、暗い。これ持ってくる。ゆるゆるでさ、しみていい。よいしょ。何がいいですか。発表します。どうするどうするどうする。じゃあ、エビス行こうかな。北海道なんでも。でもこれみんなが聞いてる。あ、でも音飲んでねえんだよな、 IPA。 あ、飲んだわ。うん、少しあだろう。じゃあみんなでまた少し飲んで、うん、じゃあこれを少しずつ飲んで。ビビレットの正解でしたね。なんか超冷たい。冷えて、うん、ここあの風下でこっち回った方がちょっといいかな。明日あれか。明日お母さんだけあれじゃん、うん、朝一お酒飲みんじゃん。いやいや、飲まなくていいよ、朝一飲まなくて。朝一から何だったら私がもう、イップ様じゃなくてフィット運転していくんだよ、お父さんの。大体ちょっと戻ってくるし。あ、いいよ。あー、まあ無理無理だけど。あ、そう、あ、そう、ダメだ、ダメだ、じゃあダメじゃん。じゃあ、それはお父が乗っていって。それもいいな。で、じゃあ、大工が飲む。あのフィット見て。巻きが乏しくなってきたの。巻き食べて一回に行ったのか。ん？え？これ長持ちすると思うけど、巻きが少なくなってます。売ってらん。違う違う。探検隊で探し。あれ残るときどうやったっけ？一人残るのも嫌だし、行くのもどうかっていう話なの。ついていけば。うん、まあそうだね。一人で残るのもどうかな。よいしょ。買ったイチゴビールの倍って多分うまいと思うよ。そう、こういうの好きかな。うまいろ。マシュマロ焼こうと思ったけど、だって400円だった。マジ、うん、あれで400は立てるわ。だってじゃあ100均で買った方がいいじゃん、うん、ダイソーで。そんなにいらねえし。そうそう、ダイソーで108円です。ゼメキスでキャンプした時に、そのキャンプ場で知り合った山登りの人がいて、その人がすごいかっこいい焚き火を知ったわけよ。ああいう焚き火ができないかなとずーっと思ってて。どういう焚き火？なんかね、こうほら、太い長いこうほら枯れ木をふっとや持ってきて、まあ基本はこういうやつだけど、そこにこうその太いのを乗せて、それでこう燃えてきたらまたちょっとずらして前に出して、徐々に前に出して燃やす。だから炎自体は変わらない、ずっと同じぐらいの炎が出るんだけど。なんか炎変わったね。うん。何でやん、こういうの立てかけて、だんだん燃えてきたら決めて。そうそうそう。そりゃ運ぶには車がないっていう。長いその木の先っちょだけはちょろ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 ずっと燃えてるみたいな感じで。その木が、
そこで調達したの。そうそう、それに寄ってるやつを持ってきて。あ、そういうことね。じゃあ大丈夫だよ、バイクでも。チェーンソー持ってれば。うん、あの木の芽取った時に落ちてるやつあったじゃん。 あれこう切って持っていって、そう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 、長いのがね倒れててね、なんかそういうのでもいいの、そこにこう立てかけて、いや持ってこれるサイズじゃない、そう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 、ちょっとね一人じゃ無理みたいな、二人だったら大丈夫、まあそうだけど、二人でこう担いで、まあ二人だったら持ってこれるかもしれないけどみたいな、いまだにその一人かっこいい焚き火をしてる人に会ったことはないんだよね。うーん、また鏡見てなくて美人なところに来ちゃってるしね、うん、埼玉の人であのトレーラーでトラックの運送業をしてる人で、うん、まあ運送しながら運びながら帰りに山登ったりとかいう趣味、趣味、あ、じゃない、あの仕事の合間に趣味してるみたいな、そうそうそうだからそのね、でっけえ トラックで持ってキャンプ場に乗りつけてテント張って泊まる、やりたい放題、うん、なんかちょっとこう口ひげ生やしてこわもての人になんか金おっかなそうだなと思いながら、だって2人しかいないキャンプ場だから声かけたら優しい人、そうそう、見た目で判断しちゃダメなんだよね、そうそう、それでなんか新潟から来たんだって言ったら、なんか新潟って美味しいんですよとか、美味しいですよねとか言って、そういう情報も知ってたってことも、そうそうそう、まあ日本中行ってるから人、それで最近これがお気に入りなんですけど、なんか黄身の湯だから思ってて、黄身の湯ワンカップ持ってたっけさ、なんてだけどさ、これなんかさ、それをなんかくれてさ、1個、うん、1個くれてさ、2人でそのなんか飲みながら話してたって話して、そんな人の名前とかも聞かなかったの、名前も聞かなかった、埼玉の人でトラックの運転手で山登りが好きで、その人から初めて日本百名山っていうのを聞いた、自分はその、ね、トラック運転しながら一生かけて百名山をね、回りたいと思ってるんだと、うん、火の感じがいいのか、ちょっとして、で出だしめちゃくちゃ火強くて、フックしないとね、そうね、しかしなんてさ、こうやって薪で、まあそりゃまあそうだみたいな、まあ見事、あ、忘れてた、言われたらそうだったみたいな、うん。